ある日、ある時、遠い空の彼方から音もなく地球に忍び寄るもの、宇宙から来た怪物ドゴラ。問題はこの細胞がどんどん繁殖していったらどうなるかだ。兄貴。警視庁外事課の駒井です。何遍も言うようだが、最近世界的にダイヤの盗難事件が起こってる。国際的組織を持つギャング団を追い詰めた刑事たち、彼らの見たものは何か。過去数回に及ぶ人工衛星消滅事件の発生箇所がいずれも日本列島上空であることが問題だとしております。そうだ、どうしたの。ダイヤは偽物だったんだ。高度8700、目標移動せず。よし、警部隊攻撃開始。兵部隊攻撃開始。世界に誇る東方特撮人がゴジラ、モスラに続いて送り出す話題の新怪獣ドゴラ。宇宙大怪獣ドゴラにご期待ください。